寸大だと不満になっちゃう。見えないね。このぐらいのオス一匹、この領域に、ホールがちょっと大きすぎるかな。せめてこのぐらいの幅にね、一番強いオスの一匹。それはもちろん、個体密度が高いと、このぐらいだったりします。もしくはこのぐらいのオスがこの近場にいたりもします。ただここ落ち葉がこう折り重なってるので意外にね隣り合ってないです。あんまり言い過ぎればこいつも隣のやつをこう追い散らしてパンってやってる時間の方が長すぎてこっちのオスまで目が届かない。あと地形がこういうふうにこんなになってればここにいるオスがこっちのオスまで切り回らないです。だからそういうことで大体2、3メートルある場合もあります。だけどそこはね、緩く考える。天然の場合、天然自然環境の場合で、大体落ち葉がいっぱい多いそこに振り重なってればまあ、これぐらいだと35センチだし奴らの環境からこのぐらいは普通に60センチとして普通の水槽サイズでとりあえずいけるんですね。で、隣り合って奴らと考え合ってるで、そのメス、その中のメスを見つけてその別のフォーラーのタイミングで産卵しちゃいます。そしたらメス君がここで卵を産みましたっつったら大体このエリアは恐竜グリマムリです。で、黄色い信号を出しているメスがいるがオスは遠巻きパトロールです。個体認識は終わってるんでオスが近づいたとしてもさほどやられない。だ水槽ではその様子は見れます。ところが問題が例えばこっちのメスが卵を産みましたという状況だとメスの縄張りがね仮にこんなもんだとしたらこんなもんなんでしょう。オスの居場所仮にねこれ模式的になるとオスの居場所がそうするとこういうことになるでしょう。もしメスに侵されない領域だとしたらただもう行き場がないこれしかないとなればここにオスがいたってメスがガーンと行く可能性はあると。他にワンサがいるんだったらメスですでそれでオスが縄張りを失うことがあります。でオスがやられて端っこで棒立ちになっているとヒレも裂けてきましたそういう状況がこれなんですね。だからそこまでちょっとイメージできるとあどうしてあげるのがいいかなっていう対応がしやすくなります。あとその途中経過もね。でうまくこれを避けるには殴られるやつを増やすんです。一つはメスに対してもうちょっと攻撃の対象を与えてあげるやられ役の他のアピストを入れるんです。小さい方がいいです反撃されないように殴られ役に徹してもらうんです。そうすると、まあ、障害物、例えば浮き草とか流木とかがあったりするとうまく隠れ伸びてフィルターがあったりするとこっちの端っこの方でフライにかくパクッと食べながら、なんとか生きながらやります。それを人為でというか、一応頭の中にしまっとくんですね、そういうシチュエーションも。だこれが魚を飼うコツみたいなことです。アピストと接する、渡り合うためのやつに対応するためこれを覚えておいて2匹だけしかいない場合はこうなったらお手上げです。もうだからホールドアップと言われて手上げてる状態だからそっと別の水槽か今サテライトっていう便利なものがあるんで僕は使ったことないですよ実は売ってるけど外側にこう産卵箱を設置できるかここは穴に来たら水漏れるこういうやつをくっつけてお疲れさんってオスをここに1匹入れてあげます。だからメスからの直接の攻撃をこれでかもしれない。理想はやっぱり水槽の方がいいことがいいですから避難水槽、対する水槽でもあればそっちで養生してもらうというのが手です。やっぱりこの小さい環境で個体によってはストレスを感じてひどくやられてるとそこで死んじゃうことももちろんあります。だそれは状況に応じて魚と相談しちゃう。でよくあるパターンで、そうですね、60センチのスペースは手がいるんですけど、ビスト2ペア入れてもいいですかっていうご質
問も過去何度もいただくんですけど、2ペアダメです。5ペア以上で申し上げます。というのは、2ペアだと強弱になるんですね。さっきちらっとお話ししたお話で、下世話な、なんかちょっといやらしいお話だけど、2枚のペアと5000のペアを一緒に入れて、5000のペアの方が強くて、2枚のペアがギタギタにやられてしまうシチュエーションも当然あるんですよ。魚たちは自分ら2枚と5000の認識があります。我々の問題です。いくらで自分が痛みをいくらと思ったかというのは自分の問題なので、そこは人間向きで折り込んだって判断して分けるなり、購入時に気をつけるなり、基本的には体のでかい方が強いです。あと魚種により正確さがあります。だから比較的体が小さめでもガンガンいくやつもいれば、おとりしてるのももちろんいますから、そこはちょっと大げさに配慮してあげるといいですね。その場合は自分が強くなってほしい魚に対して後からサブで入れる方は小さめ、もしくはその逆に。であともう一つ、最初からいる方が同じサイズだったら強いです。もう縄張り張ってるから、この水槽で泳ぎましょうっていうのを持ってるから、後から入れられた方はガンガンやられる傾向になります。だから追加で入れるときはね、2ペア以上入れるんです。一緒に飼いたい場合、そうすると1匹あたりの攻撃の回数が減る。要するにこの水槽にね4匹いますと、で、まあ、仮に1匹だけだとしたら、ごめんなさい、例が悪い、1匹入れました、こいつが強いです。そしたら何回も殴りに行くんですよ。俺の場所だよ、邪魔すんなよ。ところが例えばもう2匹入れましたとなると殴られ回数が減るんですよ。私と一緒です、体一つしかない、だから回数が減るんです。だから僕がゴリグラスやってクレコやってディスカスやって岡田君やるとアピストに対する攻撃の回数が減るから油化数も減る可能性がない。ウェブ更新の頻度もアピスト限定だと減る可能性、それと同様です。1匹なんで殴られ回数を増やしたり、だ場合によってはもう1本増やしたとすれば、こいつだけ徹底してやられる可能性が低くなります。で、オスとメスとどうでしょう、他の魚だとしますと、やっぱりねガキ大将から潰したいんですよ、こいつは。そっちの回数の方が多いんですよ。だからまず邪魔だと、だから自分以外の種類を排除する方向で動きますから、本能。だから強いオス、自分の種類の異なる違うオス、もしくは同種であっても違うオスに対しての攻撃の方が強いです。しっかり